皆様こんにちは、山芋です。こんにちは。こんにちは。はい、見ての通りゲットすることができました。おでたち紳士です。四つ葉なんだ。はい、二個ともちゃんと四つ葉が出てきてくれましたね。おでたちは大きい苗から出たっちゃったぞ。そうだね、大きい苗から出てきてくれたね。今ね、帰ってきてる普通の公園ピクミンもいるんで、その子たちのお話もしたいんですけど、まず最初にお話ししたいことがあって、私今日起きた時にまだ苗拾ってなかったんですけど、1時間ぐらいして180歩ぐらい歩いた時に大きい苗が出たんですよ。でも私1匹も今までピクミン返したことがないから、誰もまださよならしてないので、セルは埋まってるんですよ。で、私が180歩しか歩いてない今日の朝ゲットした大きな苗、360メートルも離れてるんですよ。怖くないですか？なんかサービスみたいな。でもなんかそういう人他に全くいなさそうだったんですけど、私たまたま運が良かったのか、私瞬間移動しちゃったのか、ちょっとわかんないんですよね。なんだろうこれ。今2個目もこれ孵化して3個目も取りに行ったんですけど、2個目3個目結構取るの大変だったんですよ。旧正月よりもゲットしにくいなっていう印象だったんですよね。バグだったのかな。はい、ちなみにこれが1匹目の四つ葉ですね。大きい苗から出てきてくれました。はい、中にもう一回入ってもらって、はい、かわいい。いや、新しい子は普通に嬉しい。はい、新種ですね。で、こちらが2匹目かな。2匹目も引っこ抜いて、大きい苗から引っこ抜いて赤が出てきてくれたんで、もう違うやつ。嬉しい。かぶらなかった。はい、もう一回入ってもらって。はい。かわいい。いや、嬉しい。1日目で2体は本当に嬉しいね。ラッキーでした。大きい苗はなんかわかんないけど、公園じゃないとこでも公園のマークがついてる感じですよね、このイベント。ちょっとよくわかんないんですけど。でも私、今回ので揃わなくても見て、公園だけが出てくるスポットを見つけちゃったんですよ。なので、まあ、今回揃わなくても地道に頑張っていこうかなと思ってます。あとこれは、まあ、普通のやつかな。普通の公園のピクミンが、三つ葉で帰ってきたのかな。でもこれ昔のやつだから、2月のやつだからダメだよね。はい、この子たちもそうですね。多分2月のかな。結構持ってたんですよね、私。普通の苗の子はみんな三つ葉で帰ってきたんで、だからもう今日ね、公園でゲットした子、ちょ、昔のばっかりだったんで、今日ゲットしたやつにスペシャルエキスをあげて、もうね、速攻でデコピクにしようと思います。よし。ハート増えたかな？増えたね。じゃあもう一個あげて。いらない。なんで？お腹いっぱい。あ、ハゲてる。一杯食べた。食べないの？もう食べられない。今は遊びたいの。マジかよ。今日頑張りすぎちゃったもので、3体目がちょうど出来上がったので、今から抜いていきたいと思います。紫だ。じゃあ、これでもし四つ葉だったら、スペシャルエキスあの子にあげない方がいいよね。そういうことになるよね。さあさあ、入って。ん？四つ葉だ。え、私3連続四つ葉なんだけど。マジか、すごっ。これはすごい。いや、嬉しい。普通に嬉しい。ちょっとね、この子今日取ってきたんで、この子にちょっと今からスペシャルエキスあげよう。さっきちょっともったいないことしたな。見てからあげればよかった。じゃあ、この子に、1個、2個。欲しがってるやつがいるな。あげないよ。オッケー。で、今からお使いに行ってもらって、オッケー、7分で帰ってくるらしいんで、ちょっと待ってようと思います。はい、では帰ってきたので、開けてみたいと思います。さあ。頑張れ。
四つ葉来い。どう？三つ葉だ。ダメだった。はい、ということで私は三つゲットしたんですけど、これ大きな苗から私は三つ出たけども、大きな苗二つ返しても両方とも三つ葉だったっていう方もいるので、私は相当運が良かったのかなと思ってます。で、あと普通に公園の苗から四つ葉を出すのも、やっぱり大変みたいでなかなか出ないそうなので、まあ、地道にゆっくりとやっていこうかなと思います。まあでも今回のイベントでゼロじゃなくてね、もう3つもここに初日でゲットしたっていうのはちょっと嬉しいなと思います。で、三つ葉と四つ葉のちょっと違いとかもねちょっと見ていきたいなと思うんですけども、あ、ちょっとやばい、これ 3つ3体並べるとめっちゃ可愛い癒しいですね。これはなんて可愛いんでしょう、これは。あのね、三つ葉と四つ葉ね、ほぼ一緒なんですよ。この頭のメインにあるところ、この四つ葉のところが三つ葉になってるだけで、あと全部が四つ葉ってわけじゃないんですよね。上の四つ葉以外は全部この子たちも三つ葉になってるんですよね。はい、これが赤の比較映像となってます。可愛いですよね。これ並べると可愛い。同じだけどちょっと違うみたいなのってすごいいいですよね。ちょっともともとちょっと大きさがね、ちょっと違うんですけど、かわいい。四つ葉の子はちょっと余計目が見えてないですね。ちょっとごめんなさい、これ、目が透過しちゃったんで、背景もちょっとこのまま黒で見てみました。次は、紫を見ていこうかな。めちゃくちゃかわいいです。なんかお話ししてるみたいになってて、なんかね、紫のこの公園のピクミン、あんまり動かないんですよね。なんでだろう、たまたまかな。でもなんかこうやってひっついてんの可愛いからずーっと見てたんですけど、全然動かなかったんですよねなのでちょっと呼びました。はい、可愛い。ちょっと大きさがこれもね違うんですけど並んでおります。四つ葉の方もほとんどが三つ葉だけど上だけ四つ葉っていう、これはめっちゃ可愛いですね。この微妙な違いっていうのが尊いです。はい、長々と可愛いしか言ってない動画になってしまったんですけども、ご視聴ありがとうございました。また明日からも地道に集めていきたいと思います。楽しいイベントありがとうございます。また他の動画も見てね。バイ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 。